熊野市外熊野市は、三重県南部に位置する市。熊野灘に面しており、吉野熊野国立公園に含まれている。旧南室郡七里美浜の東端に位置し、中心市街地は、古くからの中心である木本かつては沼地であったが近年新しく開発された井戸であり、この二つの市街地は連続している。かつて木本は、 多く熊野大干書が置かれ、熊野地方一帯の行政の中心であった。それゆえ、廃藩地県で三重県に編入された時には市長が置かれ、現在も三重県の熊野地方を管轄する観光庁が多く存在する。2005年11月1日、熊野市と南室群騎和町が新設合併し、熊野市が発足した。なお、熊野とはもともと、 三重県南部から和歌山県南部にまたがる地域名であることから、1954年に熊野市の市名が決定した際には、新宮市など和歌山県側から多くの反対があったという、熊野市中心部周辺の空中写真、1976年撮影の6枚を合成作成、国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。熊野市は地域を19の町に分けており、町の境界の標識が存在するところもある。普通、市の下に来る町のローマ字表記は、著が一般的だが、熊野市内の町の標識では、タウンと表示されることが多い。2019年5月17日現在、熊野市文化交流センター。 西山郵便局及び簡易郵便局5カ所を除く各郵便局に郵ょ銀行の ATM が設置されており、熊野、イルカの各郵便局ではホリデーサービスを実施。熊野市内の郵便番号は以下の通り。全国紙は朝日新聞、毎日新聞は伊賀市や名張市と同様大阪市の大阪本社発行版が販売されている。読売新聞は 熊野市でも名古屋市の読売新聞中部支社で発行版が販売されている。地上派以外は割愛する。チャンネル番号、周波数及び出力など詳細は各中継局記事を参照。テレビ投資を網羅する中継局は熊野中継局である。対象区域は投資及び三浜町、気宝町の一部となっており、放送区域内世帯数は約1万2000世帯である。 地上デジタルテレビ放送については2007年3月5日、総務省東海総合通信局が、中京広域圏を放送対象地域とする各局及び、県域放送局の30テレビ放送に対し、熊の中継局に関する免許を交付し、その後本放送が開始された。地上アナログテレビ放送については、すべての放送が2011年7月24日を、 持って終了した。なお、熊野中継局のアナログテレビ放送は VHF を、親局とする在名民法は、名古屋親局と同じチャンネル番号であった。ラジオ神神社2013年5月1日現在、熊野市駅道の駅、熊野木の国中心となる駅、熊野市駅市街局番は、市域の大半で0597を使っているが、木和町の一部は0735である。 送電線網の関係から、松本峠を境として、管轄の送配電事業会社が分かれており、木本町までは、関西電力送配電、大泊町からは、中部電力パワーグリッドがそれぞれ管轄している。ありがとうございます。